こんばんは。こんばんは。お疲れたこ、ありがとう。こんばんは。中村舞です。よいしょ。おつー。お疲れ、ありがとうございます。明けおめもありがとう。待って、明けおめ、まだ明けおめなんだけど、私のルームだけじゃないよね。不安になってきた。私のルームだけなのかと思って。壁の色がいつもと違う。多分ね、これね、私がね、この色の服を着てるから、ほら、私がいなくなったらさ、ちょっと白っぽくなるんですよ。なんか、ショールームって青いさ、服がなんかちょっと、黄色み増すんですよね。なんかこの、顔も多分ちょっと、私がいなくなったら白くなる。そうなんや。ありがとう。多分ね、服のね、この水色がそういう、白をそういうさ、そういう風に、そう、させるのよ。なんか黄色いよね、確かに。でも白です。不思議。壁ドン？ありがとう、小づちみたいな。うん。ありがとう、そう。サムパジャマ。なんか、キュルンキュルンなんです。可愛いけど、黄色くなる。顔が。黄色みます。増します。もうお風呂に入った。入って完璧。あーたもありがとう。そうなの。あーたありがとうございます。サーヤンがマイキューの秘密を知ってるらしい。怖いタレコミ来た。高尾探偵。何知ってるんだろう、私の秘密って。私あんま秘密にしてることないんだけどな。ありがとうございます。なんだろう、ありがとうございます。あのこと、え、どのこと。めっちゃ怖。なんか自分がさ、秘密にしてないことをさ、秘密知ってますって言われたらちょっと怖いよね。何なんだろう、探偵。もしかして私の家を、私の家つけてるのか。もしかして私の家に来たのか。ありがとう。家知られ、でもメンバーに家どうなんじゃろう、知られたんかな。私あんまり、でもこの家にメンバーをそんなに呼んだことがないんですよ。そもそもメンバーはあんま呼ばないんですけど、あのお姉ちゃんと暮らしてるし、なんだろう、メンバーも気を使うんですよね、ちょっと。なので、うん、おきちゃん、うん、あとソラハも家の中には来たことある。あとは千穂ちゃんくらいかな。家来てもなんもないっすよ。ありがとうございます。でも知っとる人もおるかもしれん。うっす、そこっすみたいな感じで。イエス、そこっすよみたいな。
会話とかはあのしたことがないわけじゃないんで、多分メンバーね急に会ったことあると思うけど、でもそんなお姉ちゃんもそんなに話さんけ、本当に挨拶ぐらいだと思う、あお邪魔しますぐらいのそう部屋がね、そう別の部屋にいて、ありがとうございます。いやもう長いよ、3年ぐらいいる。え、そんなにいない？うん、怖いと思う。もう愛着が湧きました。ありがとう。つまり誰が決めるの？でもね、お姉ちゃんが、親とお姉ちゃんが決めてくれてて、なんか私引っ越す前までその自分で引っ越しの場所決めなかったんで、なんかお姉ちゃんがもう家が決まった状態でこちらの家でございますって感じでこの家に連れてきてもらって、そう一緒に住み始めた。そうなの。マイキュー居候、居候じゃないよ。私だってちゃんと家賃も払っておりますし、光熱費も払っております。はい、ちゃんと家にお金を納めてますからうんね、居候じゃないですよ。希望言ってた。うん、私ね、なんか本当に欲望がないの、そのそういうなんていうの、こうであってほしいみたいな。例えばなんか、うん、キッチンはこういう形のがいいとか、水回りはこういうのがいいとか、あんまなくってさ、希望が結構任せっきりだったよね。ないない。同居のきっかけは何だったか、なんかあのちゃんとは言われてないんですよ、あんまり。まあ一緒に住もうってことにはなった時に、なんでだっけな、なんで住もうってなったんだろう、わかんないよ。もうでもなんかあんまちゃんとした理由が私もわからんのんやけど、個人的にはその同居の前ぐらいにすごいもうメンタルがもう安定しなさすぎて、それでなんか結構めっちゃ親が心配すごいしてる時があってかなっていうのを個人的にはすごい思ってるんですけど、本当のところはどうなんか分かりません。でも来てくれて嬉しいです。姉ちゃん愛媛いたんで、その前は。私はそう思うんだよ。そう、そう思ってる。転職、まあお姉ちゃんのことはちょっと多くは語れないんですけど、はい、お姉ちゃんはそうですね、移動してきしてくれました。元一人暮らししてましたよ、こう見えて19歳18、19、19、20、うんぐらい。してたんですけどね、本当になんか住処みたいになりました。もう物が大量にあって、もう住処みたいな、
すごいあの巣みたいな鳥の巣みたいなのを形成して家もなんかあのもともと物が本当そんな物を持ってこなかったんですよ愛媛から。なのになんでこんなにあのこんなことになってしまったんだってぐらいもうわや。そうなんか収集な物をいっぱいこう捨てられなくって、しかもこういろいろ貯めちゃう、そうわやでございます。あ、小槌ありがとう。でも最近も物が増えてきたからちょいちょい断捨離してるんだけど無理やわ。諦めとる。もう諦めモード。カメラ反対側にしたらちょっと困る。なんかもう布団なんですよ。もう目の前布団でぬいぐるみがあって、なんかちょっと物がいっぱいボボボボってある。しないようにしよう。なんか困る困る。でも住みやすいこの家。スタートダッシュがよく切れる朝のよいドン。今日ねもうご飯食べる時間もなくて、私も朝ご飯食べないとやってられないんですよ。朝からレッスンの時も絶対に朝ご飯食べてないとな気持ち悪くなっちゃって、胃がこう空だと。だから絶対に朝ご飯食べないとって思ったけど時間がなさすぎて、前日に買っておいたネギトロ巻きを冷蔵庫から取り出してそれをこう家出る時に頑張ってこうやって吐いて、こう巻きトロ作ってこうやって持って頑張って走っていきました。ネギトロ巻き持ってもうあのネギトロ巻きランナー、聖火ランナーみたいな、ネギトロ巻きランナーです。朝からダッシュガチだよもう。バトンネギトロバトン、曲がり角で、え、これなんかバンってネギトロ朝食あのパン加えて走るみたいな勢い、ネギトロそんな感じ。でもなんかそういうもう持ちやすいものはいい。なんかこうこう食べれん食べんといけんものじゃなくて、こうネギトロなんかこう持ってさ食べれるじゃんし、ネギトロを持ってた方がなんか走る気力が湧いてくる、こう陸上部な気持ちになるやってみて、なんか棒を持って走るといいかも。いつも間に合うんだよ。でもギリギリだけどね。公園でネギトロ持ってほしい。でもさ、ぶっちゃけネギトロ持っとってもさ気づかん人おると思う16人公演ぐらいやったらなんかマイクも黒いじゃんか、ネギトロも黒いじゃんか、
余計さ、なんかちょっと長さが足りんかなぐらいであんまり気づかん人おるんじゃないかな。最善は確かに、確かに気づくかね。ニートルです。今日ね、びっくりびっくりっていうかすごいなって思ったことがあってね、なんかタクシー乗った時にね、なんかタクシーの運転手さんがちょっと迷ったんですよ。分かんなくなったみたいな、もう分かんないな、ここどうやって行くかみたいな。そしたらさ、なんかこうトランシーバーみたいなの持っててさ、そう、それでさ、なんかいいですかみたいな言って、で、あの目的地あそこなんですけどって住所言って、で今自分からどうですかみたいな言ったら、そしたらその無線っていうの中の人が、今いる通りからもう一個北の通りですみたいな、もう一個北の方向にある通りの方ですみたいな、目的地はみたいな、すぐに答えて、びっくりと思って私ちょっと感動して、それどこに繋がってるんですかって聞いたら、これは配車センターに繋がってて、全部タクシーのいる位置を把握してるんですよって言ってて、え、すごいみたいな、この世の中そんなことができるんじゃと思って、え、そうよ、 GPS ついたん、すごいね。しかもなんかその通りからもう一個北の方向にある通りですって言った時に、来たみたいな、来たって言われてさ、それで分かりましたって行く運転手さんもすごいなと思って、え、そう、東西南北分かったみたいな、今おる位置から、そうなんみたいな、すごすぎやと思って、すごくない。すごい、え、スマホ、まいちゃんもスマホ監視されてんでって、めっちゃ怖いことが来たんだけどなんていうこと、私も誰かに監視されてるの。私位置情報とか共有してないよ誰とも。怖いです、そんなことやないでくださいやめて、怖すぎ、怖い。高尾探偵に、まさか、まさかの、私監視されてんの、めっちゃ怖い。でもなんかすごいたまに怖くなることはある。え、怖いよねこの世の中。やっぱりフミの時代がいいのかもしれないですね。GPS 内蔵ないの？え、めっちゃ怖いんだけど。なんでそんなこと言うの？ゼンリー？私ゼンリーとか一個も入れたことないよ。友達とかとも位置情報とか絶対に共有しない。逆になんでするの共有。GPS 食べたでしょ、まさかの飲み込んでるのかな。私多分誰かと共有したら、あの無言で何も言わずにその人のところ行くかも。え、脅かしに行くかみたいな、いたずら心が働いて、よっしゃ今から行っちゃおうみたいな多分そういうのワクワクして
めっちゃ多分行ってしまうかもしれない。怖い？怖いじゃろう。共有せん方がいいよ。暇人って言われた。恐ろしい。ね、怖いね。怖いこと言われてなんか嫌になってきた。言って、なんかついてないよって、まいちゃんには GPS はついてないよって言ってください。怖い、ついてないよ。ありがとう、ありがとう。なんてこと、まいちゃんにはついてない。ガラケー AE の、私ガラケー経験してみたい。こっち、しもしも、足前だけど。あのパカって感じしたことない、持ってなかったな。残念少女。なんだっけ、残念少女のセリフ。ほっといてよ、私のことなんか。残念少女、見た目と違うのよ。心の中住みつくルシフェル。あと3分。あと3分か。ルシフェル、ルシフェル、ルシフェルって確かにすごいな。なんか僕恋思い出すわ、残念少女聞いたら。僕恋思い出す。カラオケで歌って、え、あるんかな、残念少女ってカラオケに。歌いたい。探してみるわ。ガラケーないと。あ、ほんと、お姉ちゃんない持ってないかな。58分。ちょっと誕生日、はやりんごさん、まゆたみさん、くまねパパさん、きなぺこさん、福フェスよろしきゅうさん。え、待って、明日、明後日、明日、明後日ですよ。なんてこった。ポンタさん、ゆずきちさん、トールさん、まえさん、まつさん、りょんきゅうさん、スルメッコさん、ジュノラゴさん、ありがとうございます。明後日、明後日、しあさってが四国だ。皆さんお待ちしてます。気をつけてきてください。おやすみ、おやすみなさいませ。明日は13日の金曜日、来ますね、ジェイソンが。おやすみ、おやすみ。また明日。おやすみのフラダンス。
見てこの滑らかな手の動き。また明日。またね。おやすみ。キュー。